さ、眩しい。おはようございます。今日は僕の平凡な一日なんですけど、適当に動画回していきたいと思います。で、一日はだいたい朝ごはんから始まるので、まず朝ごはん食べます。ヨーグルト。見たらわかる、うまいやつやん。この同じもの週2ぐらいで食べてるけど全然飽きない。うまっ、うまい。最近インスタグラムに動画アップして見てない方もいると思うので、どうぞ。はい、これからスケボーしに行きます。今日は久しぶりに新横浜スケートパークに行きたいと思います。多分今日は新横浜にヤバいメンツが集まってるんで、まあ、自分が滑ったり周りの滑ってる様子を撮っていきたいと思います。では行ってきます。30分の遅刻ですね。すいません、遅れました。申し訳ないです。岸会はどこ？岸会も30分コースで。 I can see future。 キモマジ2人揃って30分遅刻。いや、俺本当にマジ今日はたまたま2種類トレね。そう、2種類のトレ。まず伸ばすの、後ろ足、もう一個は畳むの。これが伸ばすやつ。伸ばしすぎ。1、2、4。今なら、うまい。今ならね、来た。で、次は次は、左、後ろ足を寝かす。今ね、俺こっちの方が好きかも。俺2個目が好き。おはようっていう。俺のブサイクな後で行きます。スケートマフィア、シャラドゥスケイマフィア。いや、逆。そう。
なってるでしょ。大会やんもう。超やばい。ちょっと今日偏差値高すぎて滑れない。縄跳びもうまい。うまっ。何あれ？ 2 回回してんの？これがプロスケーターの秘密だし。おい。縄跳びチャレンジ。おー、惜しい。うわ、分かった。翼、翼、翼、こっちだ、ごめん。はい、帰ってきました。疲れた。晩ご飯インドカレー食べたんですけど、完全に撮影するの忘れてました。今夜10時ぐらいで、いつもだいたいこれからちょっと編集したりしてシャワー浴びて寝ます。タケノコ派。とりあえずシャワー浴びます。 Oh my gosh。まあ、だいたいシャワーは2秒ぐらいで終わります。すっきり。はい、でシャワー浴びた後はだいたいパソコンをカチカチしてます。今日も多分これから編集したりメール返したりなんか調べ物したりいろいろします。パソコンタイム、レッツゴー。編集とか作業終わりました。で、明日すごい早いんで、もう今日はこれぐらいで寝ます。今、12時。普段はだいたい
12時半から1時半の間に寝てます。で、起きんのが8時ぐらい。はい、って感じでこの辺で動画終わります。今回は結構僕のなんか平凡な1日だったんですけど、もしよかったら高評価、コメントとあと登録お願いします。で、僕オンラインサロンもやってるので、もしよければコミュニティに入ってみてください。では、また来週。